はい、こんにちは、こんばんは、コジです。というわけで本日はですね、こちら渋谷からお送りしようかなと思っております。で、本日なんですけども、最近僕のチャンネルを見てくださった方からすると若干違和感があるかもしれないんですけどね、ちょっとね、個人的に楽しみにしてた景品がありまして、それをやろうと思っております。今回狙うのはですね、アイドリッシュセブン、通称アイナナのキラドルぬいぐるみっていうものがありまして、多分キラドルぬいぐるみだとわからない人多いと思うんですけど、モンヌイっていう2016年にアプリでハロウィンイベントかなんかで登場したやつのぬいぐるみかっていう感じで、これがですね、アイナナファンからするととても神格化されてるプライズでして、僕からしてもめっちゃ懐かしいっていう感じですね。で、これ僕実は昔動画上げたことあったんですよ。で、なんかね、ここ数日めちゃめちゃ再生されるなと思ったら、再販がされるからっていうことだったんですけど、3年半前の動画なんてもう恥ずかしいんですよね久々にその動画見たんですけど、マジでど底辺の編集すぎて恥ずかしかったんですけど、攻略自体はなんか合理的で、まとえてるなっていうところで、ぶっちゃけ今も通用するなとは思ったんですけど、今回はですね、あの当時僕が多分撮影の時に行ったであろう店舗で攻略しようかなと思いますね。なんだかんだあの動画自体がもう3年半前になるので、今回はミュージシャンでいうリマスター版を作りたいなと思ったので、当時のお店で同じような攻略したら同じ感じで撮れるのか、ちょっと検証してみようかなと思います。懐かしいなと思いながら、ちょっと楽しくプレイできればなと思ってます。では行ってみましょう。